What's up guys? ジャムのミラです。今回は岐阜県にやってきました。今回はですね、岐阜の大垣市にある高校さんに、私長谷川ミラとして SDGs の講演をしにねやってまいりましたよ。そしてさらにジャムのチームを連れて、今回は岐阜の魅力についてお伝えできればなと思います。 Stay tuned。これから、はい、これからですね、大垣西高校に向かって講演していきたいと思います。よろしくお願いします。モデルデザイナーの長谷川ミラさんです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。あとは日本とかだとどんどん新しいビルが出てどんどん都市開発されてますけど、岐阜は古民家再生プロジェクトとかかなり私も取材させていただきましたが、世界から注目されてますよね。それってなぜかって言ったら、欧米の方々は特に古いものに対して美しいとかかっこいいっていう考えを、だからわざわざ SDGs って言わなくても、もともとこの考えだったりっていうのが根付いていたり、教育で教えてもらってるから変にゴールがなかったりするんですよね。たまたま日本には SDGs っていう言葉が刺さって流行って、でどんどん企業だったり事業者だったり自治体が変わっていく、超ポジティブに動いてると思うんですよ。なのでこれをうまく利用して、それぞれの2030年にこうなるではなくて、ちょっとね遅れ気味なんですよ。2人の持ってる力の大きさは強く訴えかけたいなと思います。こういった多分学生の反応が良かったって、皆さんがそれぞれ今日県庁だったりとか戻った時にかなり大きな材料になりますよね。なのでそういう声を届けるっていうのも一つ覚えてるというか、やっていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。暑かったじゃないですか。立ってるよ顔が。一生懸命拭いてたつもりも。罰ゲームです。罰ゲーム。なんか悪いことしたんですか。罰ゲーム。ありがとうございます。かわいい。おはようございます。おはようございます。葉っぱスタンドっていうお茶屋さん、純也の友達なんだよね。友達がたくさんつながってる。つながってる場所。うん、に行きたいと思います。なんのこれは玉露、たまに梅雨だね。梅雨で玉露、なんか飲んだ後のここから来る味が違う。なんか舌で感じる味じゃない気がする。ありがとうございました。また今日行きます。よろしくお伝えください。ありがとうございます。何のところ、まだ私じゃない。あ、びっくりした。やばすぎんだけど、マジで。ちょっと待って、びっくり。マジでやばかった、今。でも猫ちゃんのやつだった。弾丸できた今回の岐阜。最後に公園の頂上へ行き、今後の岐阜県との活動について、そしてジャムとして地方創生との関わりをはじめ、どんなアクションを取っていくのか、今後の展望について純也とめちゃくちゃね、深く話してきたんで、ぜひ聞いていただければと思います。岐阜との縁と、そもそもの、そうだね、まあ、あとなんでこんな岐阜に来るようになったのかみたいな、なんかこれはちょっと若干スピリチュアルな話になるかもしれないけど、去年3回岐阜に来たんだけど、それ1回目が今回来たのと同じ理由で、岐阜の大垣
東高校、その去年は東高校に、SDGs について話すみたいな感じで講演に行かせてもらって、でその前後に、GQ の撮影で、うん、まあ、岐阜ってもともとそのファッションの聖地というか、もう繊維工場がむちゃくちゃあったから、うん、だからその取材で岐阜に来たのと、あともう一個、もう一個はそれキットカットリーしたそうだね。そうで、もうなんかたまたま去年岐阜が集中して月1ぐらいでその夏岐阜に来てて、うん、まあ私お母さん東京の人で、でなんならおじいちゃんとおばあちゃんも東京の人で、うん、で去年岐阜3回来てて、で、あ、そういえばみたいな、うちのおじいちゃんの要は先祖っていうか家系が岐阜だったの、うん、だからおじいちゃんのお父さんとお母さんは2人とも岐阜の人だったの、うん、でなんかそれは聞いてたんだけど、なんか去年行った時に、あ、そういえば思い出したわみたいな感じでね、車乗ってる時に燃やして、しかもとんでもなく綺麗な川の運転してて、まあ、私は後ろに乗ってて、すっごいなんか不思議な気持ちになって、あ、そういえばおばあちゃんに連絡しようと思って、おじいちゃんも死んじゃってるからおばあちゃんに連絡しようみたいな、まあ、今撮影で岐阜に来てるよみたいな、でそういえばあのジージーのその元、大元って どこなんだっけみたいなって言ったら、その岐阜のどこなのかなと思ったら、近かったんだよ、ね、近かったっていうか、もうその場だった、その場だったの、その時にズワズワって来て連絡しなきゃって思って、なんかその瞬間になんて言ったらいいんだろう、まあ、これは言葉にするとなんかもしかしたら伝わらないかもしれないんだけど、そのゾワゾワってした感覚と連絡したタイミングと、とにかくなんか呼ばれてるのかな最近っていうのは思って、その仕事で呼ばれる回数もそうだし、でかつ自分もなんかその日本 その田舎というか、あの地方とのなんていうのかな、関係性を求めてたからちょっと嬉しくて、でしかもその音楽に東高校の公演っていうのが、まあ、去年はそのコロナでなかなかあんまり行けなかったんだけど、まあ、今年はちょっとどんどん緩和されてるってことで、今年ももう一回今回大垣に西に行ったんだけど、で、まあ、大垣に来ることがより多そう、その SDGs なんだっけな、とにかく国に指定されてもっともっと SDGs 広めていきましょうみたいな感じで、すごいね、雨がすごいね、気持ちいい、そうそうっていう感じですね岐阜は、うん、しかも大垣 その高校さんと一緒にやりましょうって、まあ、今回も多分映像に出てきてる田中さんとお話しさせてもらった時は、単発の公演とか最近なんか仕事もそうなんだけど、なんか1回とかが嫌なの、なんかその1回この商品を宣伝する終わりじゃなくて、本当に自分が応援してるものとか商品とか、その素晴らしい活動をしている企業さんと手を組んで、よりその企業のなんか宣伝とか訴求につながるとか、まあ、それを、まあ、SDGs とかのさやってる、まあ、要は社会問題付随のなんか負荷が少ないとか、そういう商品ってさ、いい商品を作ることに力をむちゃくちゃ入れてきたからこそ、なんかその映像とかプロモーション方法がなんか苦手な企業さん多いなと思ってて、まあ、だからうちら別でやってるマーケの会社で、まあ、うちだったらかっこいい映像を撮れますよとか、なんかあのなんていうの、アドバイザリーとかインスタ の撮影とか運営とかしますよってことは、まあ、事業としてもうすでにやってるんだけど、もうちょっとこう個人としてもただただ公演行ってこうでしたよりも継続的になんかできるところ、だから大垣に行って話すんじゃなくて、うん、私もなんかこう大垣っていうか岐阜のために何かをしてるとかじゃないと、なんか結果的に多分なんか岐阜の高校生もでも結局東京帰るんでしょみたいなさ、なんか見え方しても嫌だなと思って、でかつなんかまあひいおじいちゃん岐阜の人ですみたいなのもさ、もう本当になんか口だけで全然自分自身つながり感じてないから、ご縁もあって自分のルーツっていう日本の中のルーツらしいので、なんか岐阜をいろいろかつもうちょっと社会問題とかサステナビリティっていう自分の得意な方面で、まあその映像とかさ、じゃあ私は何トーク、うん、とかっていう強みがあるから、うんうん、まあ、それでなんかもし日本国内が盛り上がるんだ、盛り上がることにちょっとでも1ミリでも貢献できなかったらそれやりたいなって思う、うんうんうん、その第一なんで岐阜という、はい、裏テーマは自分のちょっと先祖のルーツを知るみたいな、うん、そうだね、でも日本の若者もなんか、あ、これ見て岐阜とか岐阜はじめとする、まあ、うちら伝統工芸とか伝統品とか追っていこうと思ってるんだけど、なんかこういき、なんかね、いろいろできそうじゃない、なんかツアー会社と組んで、うん、うちらがやった旅のスタイルをそのままみんなができるみたいな、うん、パッケージに組んだりとかもできると思うし、まあなんか旅の仕方も
変わってきてるというか、うん、なんかこう確かに地方自治体と手を組みながら、うん、新しい旅の形とかを、うん、まあ、若い世代にまず刺さるような、うん、イケてるでいいんだよね、うん、なんか体験型、うん、なんかそしたら旅してても気持ちいいじゃん、うん、なんかあこれこんなことあったんだこの地方みたいな、うん、こんな和紙の作り方あったんだこんなお茶の発信の仕方あったんだみたいなのはやっぱりなんかただすごい景色を見ても感じない感情だと思うからなんかそういうのをうまく、まあ、ビデオとトークと、うん組んでいければなんか新しい旅のそう、ね、スタイルえてかすごい今ので思ったんだけど、うん、なんかやっぱ今の自分たちも含めてなんか今の若い子たちってなんかすごいやっぱすぐ結果を求めがちだから、うん、なんか社会問題何したらいいのとか SDGs って何ぞやみたいな感じだけど、うん、なんかその旅、まあ、もちろんじゃあ旅をすることによって CO2 がどんぐらい出てどんぐらい負荷が出てみたいな話はちょっと一旦置いといてもらって、うん、もうちょっと広い視野でやっぱちょっとねウェルネスとかメンタルもみんなのメンタルがあってのなんかそのメンタルが安定してないと環境問題どうこうとかさ結局その自分が良くないと地球にいいことしようって思わなくてか思いなくさ、うん、その余裕なくない、うんうん、だからなんかあんまり言えてこなかったけどなんか環境問題とかよりも前にもっと自分のメンタルを見つめ直してほしくて、ね、で旅でかつ、まあ、こう自然の中で整ってもらったりとかなんか和紙体験するのもじゃあ紙作ってるじゃんとかなるかもしれないけどその和紙っていう伝統工芸を守るってことがむちゃくちゃその日本っていう国をなんだろうね、なんかハッピーとかまた元気にさせる、うん、その循環になってるってことを伝えたい、うん、なんかすごい細かいけど自分たちがやってることとかみんながやってた行動って実はすごい貢献お金を落とすってことだから経済が回るってことだから、うん、なんかそれをでもうちらはこう意識的にやってるけど見てるみんなは別に意識的にやらなくても、うん、うわ最高楽しいだって実は貢献みたいな感じでもういいと思うし、うんうん、そうそうまさにいろんなパターンでなんか私は多分貢献してるっていうことが楽しいと思うタイプだからそうそうヘリコプターの時間が旋回の時間がまた来ましたまあ、ちょっとそんな感じで、うん、でもなんかこう伝統文化をこう旅をしながら川だね回るっていうのはさやってたけどちょっとその中でも岐阜県とはちょっと重きを置いて、うん、うまくこう岐阜県大垣市、うん、町とのこうタッグを組むことで向こうのねニーズもあるだろうし、うん、こっちが伝えられることもあると思うから面白い展開になるのではないかと、うん、思われますまあ、でも意外とその歴史とか調べていくとそのさっき言ったみたいに岐阜ってもともとその昭和の初期じゃないけど、まあ、今日本がバーって盛り上がった時に、まあ、ファッションの聖地として本当に世界的なメゾンブランドもみんなが知ってるようなブランドの生地って岐阜からまだってまだ今も現在出てるし、うん、ファッション以外で の, その和紙とかいろんななんかすごい上場企業とかも多いんだって実はその本社が岐阜だったりとかも多いらしくて、うん、あとはなんかいたよねうちらの友達でアパレルやってる人も岐阜にわざわざ今最近その工場っていうか配送工場みたいなの作ってて倉庫、うん、作ってて日本のやっぱり中心だからどこに配達するにも一番短い場所なんだって、うん、だから大阪、北海道、東京とか全部真ん中だから今自分たちをなんか縁があって岐阜に来てるからそういういいとこ目につきやすいじゃん、 なんかしかも岐阜を話題にするからどんどん周りからも情報入ってくるしなんかこんな調子でまずは第一弾岐阜だけど日本の各所も、まあ、もしくはじゃあ世界ってなった時もなんかどんどん集まってくるんじゃないかなって思う、うん、いい情報が、うんうんうん、でそれをなんかみんなにこのシェアしてでみんななりに見てくださる皆さんなりのなんか旅だったり考え方だったりになったら、まあ、一番嬉しいよね、うん、カッツあいにくの雨ですがちょっと次回はでも本当体験それこそ体験とか、ね、川沿いの、うん、多分面白いスポットとかいろいろあるだろうから、うん、ちょっとねカメラ片手に旅をするスタイルを見せれればなという感じですかねこれはいあとご飯だね美味しいご水が美味しいんだよ絶対にだからちょっと美味しいご飯も追ってきたい岐阜のね名産品、うん、日本やっぱご飯美味しいですから検索します